ジャシム・ビンハマド・スタジアム2010フィファワールドカップアジア地区予選にて、ジャシム・ビンハマド・スタジアムはカタールの首都ドーハにある多目的競技場である。主にサッカーの試合に用いられているが、陸上競技用のトラックもある。1974年に着工し、翌1975年開業した、このスタジアムはガルフカップ2004で改装され、収容人数は1万5000人となった。 このスタジアムで開催された主な大会には、ガルフカップのほか、2006年アジア競技大会、AFC アジアカップ2011、カタールスターズリーグ、カタール市長杯、サッカーカタール代表の試合などがある。カタール切手の競合クラブ、アルサットはこのスタジアムを本拠とする。灼熱の気候に対処するため、スタジアム全体を冷やす通常電源による空調システムなど、 先駆的な施設を導入している。2011年11月8日に日本代表がブラジルダブリーハやアジア3次予選合宿で同スタジアムを使用した。その際、スタジアムの外の気温は摂氏23度だったが、冷房が効いたピッチ上は約摂氏16度だった。またスタジアムは同派都心にも近く多くのファンを集めることからハリーファ国際スタジアムと並んで、 サッカーカタール代表のホームスタジアムともみなされている。ありがとうございます。